皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。佐々木よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は1月の25日、ついに、バイオハザード RE2 の発売日を迎えました。で、自分の注文したものは、ようやくさっき届いたところなんですけど、まあ午前中指定したんですけども、ちょっと午前中には届かなかった感じですね。で、箱がドンとこんな感じです。なかなかでかいですね、これね。はい。で、じゃあ早速ですから、これをまず開封していきましょう。まずは納品書。というわけで、その中からまた段ボールが出てまいりましたと。はい、というわけで中身はこちらです。はい、バイオハザード RE2 コレクターズエディションと。でですね、まあ今回ちょっとある失敗をしまして、実は Z バージョンをオーダーしたつもりだったんですけど、ここにセロ D ってありますよね。こちらは Z バージョンの商品ではありません。まあ言うなれば通常版というか、まあそれでも17歳以上推奨のやつですけどね。さらに箱が入ってます。ビニールに包まれているので、これはまずまた剥がさないと。ドンと。はい、というわけで改めましてこちら、はい、バイオハザード RE2 のコレクターズエディションになりますですね。このパッケージが今回の多分ゲーム中に出てくるアイテムボックスを模した形になってるんだと思うんですけど、まあ、こちらこんな感じでパカッと開く感じですね。まあ、とりあえずこう中の入ってるものをちょっと全部出して一個一個紹介したいと思います。じゃあそれでは一個一個紹介していきましょうか。じゃあまずはこちらソフトになりますね。バイオハザード 1.5 ということで、こちらですね、幻のバイオハザード 1.5 が忘却の彼方から蘇ったということでね、非常に貴重な、違う、これは違いますよ。はい、こちらですね。はい、バイオハザード RE2、こちらはまあ Z バージョンではなくて、まあ、セロディの方になりますね。まあ、これはこれで、まあ、数量限定特典ということで、特別武器2種のプロダクトコードと、まあ、リバーシブル、仕様ジャケットで、まあ、この、あれですね、このパッケージの、このジャケットの裏側に、まあ、別な絵のジャケットが入ってるっていうことですね。そしてこちら、ラクーンポリスデパートメントの、まあ、エンブレムの裏なんですけど、コレクターズエディションの、まあ、ダウンロードコンテンツですね、プロダクトコードになっています。コスチュームが5種類と特別武器のサムライエッジアルバートモデルってやつと、まあ、こう BGM チェンジってあって、オリジナルバージョンっていうことは、今回 BGM は当然、まあ、アレンジされたり、まあ、新規で入っている曲もあるんでしょうけど、それを、まあ、オリジナルのバイオハザード2の曲に差し替えられるっていうことなんでしょうかね。続いてがこちらです。まあ、ラクーン市警の建物は、美術館、元美術館だったところを改築して、作られたというものなんですけど、これはその改築の際に、起こした図面を、まあ、再現したものということで、かなり大きいものになってますね。で、まあ、これがいわゆるラクーン市警の前景と、正面の前景ですね。で、裏を返しますと、まあ、メインホールとその周辺のフロアの、まあ、正面図ですね、これはね。それと、上から見た平面図の
つねんが入ってます。そしてこちらがかなりこう重厚な作りの本になってるんですけど、ゲームの中に登場するベン・ベルトリッチというジャーナリストが RPG の中に潜入して、撮影した写真とか資料をまとめたものをこの、政府の機関が押さえて本にまとめたものっていうことで、それをこう模したものになっていると。まあ要するにアートブックですよね。はい、まあこんな感じで写真がメインで入ってます。でこの一番最後にですね、はい、バイオハザード RE2 のオリジナルサウンドトラック全25曲だったでしたっけね、のサントラの CD が入ってます。そしてコレクターゼーション最大の特典がこちらになります。ドンと、はい、一番でっかい箱なんですけど、こちらバイオハザード RE2 の下にレオン・ S ・ケネディとありますけど、今回のゲーム内に登場するレオン・ S ・ケネディのビジュアルのフィギュアになりますね。高さがまあおよそ30センチくらいあるんですけど、これちょっと中開けてみましょう。というわけでこちらですね。はい、というわけでこちらですね。非常に造形は細かくてですね、制服のこの繊維の質感とか、このジャケットのベストですね、このベストの質感とかもそれぞれこう違う感じで作られていて、かなり精密にできてます。はい、でこの手にゲーム内で使ってる拳銃を持たせることができるんですけど、ちょっと寒い部屋で持たせようとすると指折っちゃいそうで怖いですね。これね、これはちょっと暖かい部屋でやった方がいいかもしれないですね。下には専用のちゃんとステージもあります。レオン・ S ・ケネディの文字が入ってます。というわけで、コレクターズエディションの箱を開封してみました。まあちょっとね、今回自分のミスで、Z バージョンじゃないやつを買ったんですけど、まあね、バイオハザードが黒ゲーじゃないと思うんで、まあこれはこれで、楽しみたいと思います。まあとにかく、ゲームをやりたくてうずうずしてるんでね、これから早速ゲームの方をやりたいと思います。まあ、初めてのゲーム実況をやるようになるかと思うんですけど、ただ自分のパソコンにはキャプチャー環境がないので、プレステ4のシェア機能を使って実況プレイ投稿していきたいと思います。まあゲームチャンネルを新たに作ろうかとも思ったんですけど、まあ当分は創作欲チャンネルの方で、まあ通常の動画と並行して、まあ、ゲーム実況とか上げていきたいと思ってます。それでは最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。そしてこちらバイオハザード RE2 の実況動画、まあ、今後上げていきたいと思いますので、そちらの動画の方もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。言い忘れてましたけど、こちらが、E カプコンの限定の特典になります。インクリボンを模したマスキングテープですね。確かこれ4種類くらいあるうちのランダムに入ってるみたいです。